スリン県は、タイ、東北部の県の一つ。ブリーラム県、マハサーラカーム県、ロイエット県、シーサケート県と接し、カンボジアとの国境を有する。県北部には、メコン川の支流である、ムーン川が流れる。南には、ドンレック山脈が広がり、カンボジアとの国境を形成している。スリン県の地域は12世紀のクメール王朝時代には、重要な地域であり、 県内には現在でもクメール遺跡が残っている。時代が下って1763年に県庁所在地は現在の場所に移された。当時はムアンプラタアイサナムと呼ばれていた。チエンプムという男が白像を捕らえ当時まだ王になっていなかったラーマ一世に寄進した後にこれによりチエンプムはルワンスリンパックディの鍵金釈名を与えられ集落の長の役を得た。 あとに、ラーマ一世が即位すると、ルワン・スリンパック D は、知事に任命され1786年、彼の金釈名の一部からこの県の名前を、スリンに改めた。これが、機械になり、スリン県は、ゾウの県になり、毎年11月頃ゾウ祭りが開催される。住民の47.2%は、クメール語話者である。検証。 スリン県は17の郡に分かれ、さらにその階に158の町、2011の村がある。ありがとうございます。